横浜新道、横浜新道は、は神奈川県横浜市内の国道1号バイパスである。全線は一般国道の指定区間であるが、国土交通省直轄管理の無料道路区間と東日本高速道路管理の有料道路区に分かれる。無料道路区間、有料道路区間。1957年4月に行政道路の一部として無料道路区間が開通した。 行政道路とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約、日米安全保障条約の、日本国とアメリカ合国との間の安全保障条約第3条に、基づく、行政協定、日米行政協定により計画された道路で、1948年11月に、日本の道路、及び街路網の維持修繕5カメ計画、横浜厚木、 厚木横須賀、横浜横須賀など覚書交付により、連合国軍最高司令官総司令部から建設を指示される。そして、横浜厚木間の一部である無料道路区間は、大森アベニューと厚木海軍飛行場や相模、総合補給省などを結ぶ道路として、横浜市道と木和台は田町線と共に開通した。1959年10月に、 有料道路横浜新道のほどがやき店、戸塚終点館が開通した。有料道路横浜バイパスとして計画され、建設にあたり、日本で初めて13トン級ブルドーザーによる土工工事となり、軟弱地盤対策としてサンドパイル工法を採用した。この建設以前の道路は簡易的な舗装であったが、本路線の建設後は本格的なコンクリートによる舗装など、 当時の最新技術が導入された。神奈川区立町交差点で、第二京浜国道から分岐、反町、三沢を経由し、有料道路区間に接続する4車線の一般道路である。横浜市ほどがやくとき和台の起点から横浜市と近く、上谷部町の終点までを、東日本高速道路、ネクスコ東日本が管理する有料道路である。横浜市ほどがやく方。 沢町から横浜市ほどがやくときわ台の間は、管理上では横浜振動とされているが、路線は第三京浜道路の支線である。高速道路ナンバリングによる路線番号は第三京浜道路とともに E83 が割り振られている。有料道路横浜振動は道路法で定める自動車専用道路ではない。しかしながら、 ほとんどの区間は最高速度が時速 70km であり、歩道が併設されておらず、軽車両が通行できないため、実質的にはほとんど自動車専用道路として機能している。なお、原動着付け自転車を含む 125cc 以下の二輪車については、通行できる区間と通行できない区間がある。開通以来ある、がやトンネルであるが、交通量の増加で、 交通の大きなネックになった。また、通過車両の大型化により2車線ではあったが、トンネルの断面が小さく大型車の並走が不可能な、こと車線での限界高さが3メートル強程度なため、大型車が車線をまたぐ必要があったも、白車をかけた。1996年完成の改築では、上り線は新たに3車線の新トンネルを建設し、 下り線はトンネルを拡大する工事を行った。上り線の新トンネルを最初に建設して付け替えを行い、下り線を一旦、旧上り線トンネルへ付け替えてから、下り線トンネルの拡大工事を行った後、元に戻す付け替えを経て、現在の形となっている。完成当初から、近隣住民の通行を目的とした数多くの仮出入口があった。しかし、 2001年9月13日に、指導まい第332号線、品能速道の開通により、役割が終わり、上り線突火料金所手前の出入り口を除き、閉鎖された。走行区間に関係なく、均一料金となっている。なお、ETC は、整備されているが、ETC 割引制度、ETC マイレージサービスを除くはない。完全有料化に伴い、 富士塚 IC から第三景品、星川インターチェンジから、新ほどがやインターチェンジを経由し、横浜横須賀道路、ほどがやバイパスへ向かう場合にも、料金が徴収されることとなった。富士塚 IC 新ほどがやインターチェンジ、上谷部インターチェンジ、上り線は、戸塚料金所手前、戸塚インターチェンジ、新ほどがやインターチェンジかリバ、インターチェンジを利用する場合は、 料金書がなく、料金が徴収されない。1996年7月まで、原動機付自転車、オートバイともに全線通行課で、オートバイの二人乗り禁止規制が行われていた。しかし、新保土がやトンネルの開通で、平均速度が向上することや、原付き車両通行禁止の保土がやバイパス方向への流入を防止するため、8月に、今井インターチェンジから、北は、 原付き車両の走行禁止規制が実施された。なお速度規制については、これより前の制限が現在も維持されており、今インターチェンジより南側では小型自動二輪車が時速 70km まで走行することが現在も可能。オートバイの二人乗りは2005年の道路広報改正で変更。二箇所ともにコールサインはハイウェイラジオ。 横浜振動と放送される、例、新ほどがやであれば、ハイウェイラジオ、横浜振動新ほどがやよりお伝えしました。現在は、岩月管制から放送されているが、日本道路交段時代は、川崎管制より放送されていた、川崎管制は現在は、ネクスコ中日本東京支社であり、同じ形態の放送が、東名高速道路と小田原厚木道路で211年9月まで、 放送されていた。現行の岩月管制に移管されたのは民営化から1年後の2006年10月のことである。一般道路でありながら、神奈川県警察高速道路交通警察隊、港北分駐所の管轄である。かつては、神奈中と相鉄の路線バスが、横浜駅西口を起点として、小戸谷 IC から川上インターチェンジを経て、東戸塚駅、相鉄は、 東戸塚駅を経由して、川上団地まで、まで運行していたが、現在運行中の路線は、総鉄バスの浜17.18系統とカン中の、深夜急行バスのみである。空港リムジンバスは除く。24時間交通量、大道路交通センサス。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。